みんな、夏ライブ1日目、ラストだよ。ラストだよ。みんな、前に来て。前に来い。はい、じゃあ、ラストは、盛り上がっていきましょう。イエーイ。じゃあ、ガリレオ・ガリレイです。ガングリオン・ガングリオンです。お願いします。遠く後ろ、やめるのかと恐怖。
僕らはああいう春が過ぎるです。今のが結構盛り上がる方の曲かもしれないです。そんな鳥です。はい、次はめっちゃ落ち着いたものの曲やるんで、みんなこう流れながら聴いてくれたら、はい、あの花の曲やで、あの花の曲。みんな知ってる。あの。ちゃうわお前らほんま。全員知ってるやろ絶対。はい、行きまーす。叶えようだから
乗って僕は歌うサークルゲームを続けよう。僕らは跳ねて思いを知る変わる喜びや悲しみをここで祈って二人してみた。やっとまた会えたね、懐かしい君の声がする。気づけば僕らは宙に浮かび上がって、時に追いやられ、曖昧なことも単純なこともみんな花びらのよう漂いながら空を回っているって、振り返らないで。風に運ばれた忘れなくさがみんな追い越してゆく。行きましょう、ゆったり。ライブ MC でね、何を話しようかなと思ったんですけど、スタジオでやったことを話しようかな。なんかね、重曹の246のね、43で食べ物と飲み物持ち込めるんですよ。で、重曹の246の4スタっていうのが飲食可能なんですよ。でそれをなんか知らんと普通に取ってて、で食べれるんやみたいな、飲めるんやって言っとったら、そのラススターの時に優勢がなんかみんなで食べようって言って、なんかお菓子持ってきてくれて、すごい、マネキンのワッフル、そう、なんかちょっといいワッフルくれて、そうで、しかも10個入っとって、そうそう、でそのガリレオの後にスキャンダルのスタジオ入ってて、ゆうせいがなんかもう、いや、スキャンダルのみんなでも食べみたいな感じでくれて、いい先輩っていう話をして、ってしてってめっちゃゆうせいに言われて、そのカバーあげる話をしてって、その話をしてってゆうせいがずっと言う。でも一番可愛いのは、今日の朝その撮りってなって、みんなの予定が合わへんくて、朝早くにスタジオ入ろうってなった時に、チェリョンがなんか優勢さんも持ってきてくれたしみたいな、私と組んでくれてありがとうございます。チャンスすぐボケようとする。チェリョンもお菓子持ってきてくれて、ステラマさんのクッキー、そう、高級クッキーな、ありがとう、チェリョン、優勢さん、これは話してとは言われてません。そう、優勢との違いね。次は、あ
コースティックでもうちょっとゆったりとした感じでいこうと思います。はい、今度ライブの時教えて、明日の鳥で教えて。評価すんのやめて、返し評価すんのやめて。
ト時代近づいてくる未来紙飛行機は飛んでゆく完成と誰が信じた未来が見えるでしょう綺麗でしょう僕には見えるよ完成とどんな未来でも受け入れるよ変わらない僕らのままで眠くなるね。いやでも眠くなる曲やけど、賢秀だけマジで まぶたが閉じてた。うるせえなー。めっちゃ目立つ。はい、失礼します。次でラストの曲です。あの早期と地元一緒の駒ヶ根中の商店街の出たところの泉屋の花屋さん、私の花屋さんなんですよ。私のってか私の家私の家のお店あるんですよ。で早期もなんか遊びに来てくれたらしくて、一回でも花買わんかったらしくて、なんかさすがやなって思って、なんか多分石橋のお父さん見たで俺みたいな、次の曲でラスト。あ、すいません、ちょっとキーボードがなんかトラブっちゃったみたいで。なんかその間に話して。なんかね、ガリレオガリレーなんか仲良くて、みんななんか晩ご飯食べに行こうってなるんですよ、毎回スタジオの後に。でなんかいつも席通されて座るときに米と雄星隣なんですよ。でまあそれはいいんですよ全然。でなんかあの雄星左利きなんですよ。でポメ右利きなんですよ。やのにその腕が当たるように座るんですよ。ほんでなんかねいつもねなんか両肩当たってるんですよ、ご飯食べるときとかも。でちょっと隙間空いてヒロニキ座ってるんですよ隣に。なんかすごいと思って、それほんまに気持ち悪いからやめてって言ったんですよ一回。でなんかうんオッケーオッケーみたいな、やめるやめるって言って、それ4週間続けて、毎週スタジオ で続けて結局直らんくて、で今日もなんか上白で下デニムか紺にしようって言ったら全く一緒の合わせてきて、ほんまになんかなめっちゃ仲いいな。じゃここでどっちがさお兄ちゃんか対決決着つけよう。それはおかしい、それでチリやそれ。そう仲いいね。あれやろ、あの鍛えんとそのまま脱ぐやつやろ。ガリこれが脱ぐ追いかけですよ。
キーボ炭酸の電池夢を守り抜けるなら